アブラモビッツオステガンとは、アメリカ合衆国国立標準局在籍のミルトン・アブラモビッツとアイリーン・ステガンが編集した数学参考書の通称である。正式名称は、ハンドブック・オブ・マセマティカル・ファイクションス・スウィズ・フォーミュラ・グラフス・アンド・マセマティカル・テーブルズ。1964年に出版された1046ページの初版は、応用数学における、 事実上すべての分野で使用される多数の関数の値の表や定義、識別、近似値、プロットを含む特殊関数の情報において最も包括的な情報源の一つとなっていった。この書籍で使われている表記は今日多くの応用数学でデファクトスタンダードとなっている。出版時、この書籍は実務家にとって不可欠なリソースであった。昨今では 数式処理システムが関数表の代わりに使用されているが、この書籍は重要なリファレンスソースであり続けている。1954年に開催された会議の序文では、高速コンピューター機器の出現は数表を作成する。仕事を変えるが、数表の必要性は間違いなくなくなることはないだろう。とされている。1000ページ以上に及ぶ。 ハンドブックオブマセマティカルファンクションスは1964年に初版が出て多く重版され、1999年にはさらに別の重版も出た。科学や工学への影響はその人気によって証明されている。事実、ニューサイエンティスト氏が最近、世界で活躍する数人の科学者に、もし砂漠の島に取り残されたとして本が一冊しか、 持てないとしてどんな本を持つかと尋ねたところ、一人の著名なイギリスの物理学者がこの書籍を挙げた。また、この書籍はおそらく最も広く使われているだけでなく、常にニストの技術出版物において最も多く引用されていると思われる。政府は15万部以上売っており、1965年より推定3回商業出版社に多く重版、販売させている。 1990年代中期の間では、この書籍は、各勤務日ごとに1時間半にわたって引用されていた。そして、この書籍の影響力は保持され、現在、ニストのデジタルフォーマットによって更新されている。ニストこの書籍は公的な資格を持って当たるアメリカ、合衆国連邦政府職員による職務上の著作物なので、米国内では著作権で保護されない。 合衆国政府印刷局に注文もできるが、商業出版社版もあり最も有名なのは、ドーバー出版によるものである。さらに合法的にネット上で閲覧したりダウンロードもできる。2010年5月11日に、ニストが長期間かけて制作された、この書籍のデジタルな後継著作物である、デジタルライブラリーオブマセマティカルファンクションスが公開され、 また、ケンブリッジ大学出版局による印刷版である NIST Handbook of Mathematical Functions も出版された。さらなる情報は NIST のサイトで見つけることができる。ありがとうございます。